この辺まで来ればもう安全だな。追っては来てないようだ。心配したんだぜ。当たり前だろ。そりゃ仲間だしよ。富手が早く助けようとうるさかったかな。んだよ、悪いかよ。じゃあ、やっぱりあいつは匠本人ってことか。もしかしたら、何かの術で操られているのかもしれない。兵士が二人がかりで抑えるのがやっとというのは常人とは思えない。確かにな、あんなのがゴロゴロいたら七星士の意味ねえし。だからって何もしないわけにはいかねえだろう。まずは滝子たちと合流した方がいいんじゃねえか。さっきの戦い見たろ？正気に戻さない限り、あいつを連れてくるなんて無理だって。
その心配はないな。静かに。マリコはここで隠れてる。やっぱり追ってだ。おそらく匠はマリコを捕まえるまでこっちを追ってくるつもりだ。そうか、俺たちがタキコと合流するならそこまで匠も後を追ってくるってことか。自分から追ってくんだろ。合流先で逆に捕まえて正気に戻す方法が分かればいいんだよ。とりあえず移動しよう。偵察に来たからにはここも危険だ。タキコたちは聖地に向かってるはずだよな。俺たちも行こうぜ。歩くの遅えぞ。浮かない顔をしてるな。疲れてるのか。ならいい。
な。まだちょっとしか進んでないんだぜ。さっさと歩いてくれよ。張り切られても困る。辛いようなら言ってくれ。あのよ、俺って歩くのが早いか？普通に歩いてるつもりなんだけどよ。富手はいつも通りに歩きすぎだ。少しは相手のことも考えろ。ああ、分かったよ。どうした？腹でも減ってるのか？考え事って匠のことか。言いたくねえけど、今のあいつは記憶を失って苦闘国の兵士になりきってる。俺たちじゃなくて滝子を狙うようなら。ずいぶんとあいつの肩を持つんだな。気になっていたんだが、匠は第五教団にさらわれた後、兵士として苦闘国に回されたんだな。旅の途中で第五教団の噂を聞いたことがある。そこでは第五の神を呼び寄せるために、異世界から巫女ではなく男を呼び寄せるつもりらしい。わからん。だがその男を唯一の神にするための術が、巫女を生贄にする孤独の術だと言われている。孤独の術？なんだそれ。複数の毒を持つ生き物を一つの壺に入れ、最後まで生き残った最も毒の強い生き物、呪いや儀式に使う術らしい。つまり滝子やマリコたち、巫女を使ってそれをしようというのか。どうだろうな。だが匠が己をなくして操られているとなると、何かの術で操られている可能性がある。それが本当なら、あの強さも納得できるってわけだ。もし本当なら、それを知らない滝子たちが第五教団に向かうのは危険だな。別の道から教団を目指しているはずだが。よし、とにかく滝子たちと合流しねえとな。マリコ、少し急ぐぞ。
マリコか。戻ってきたのか。お前、実はバカだろ。逃げたのに戻ってくるなんて。心配か。なんでお前が俺の心配をするんだ。昨日から気になってたんだけどよ、なんでお前は俺のことを知ってるんだ。俺の名前も知ってるし、それに俺はずっと昔からマリコって名前を知っている気がする。昔のことを思い出そうとするとガンガン頭が痛くなって、結局何も思い出せねえんだ。お前の知ってる匠なのか。おい、この傷を知ってるのか。何の傷なんだ。交通事故、小学校。大したことじゃない。どこだよそれ。本当か。本当に俺は自分のことを思い出せるのか。そこにはどうやったら行けるんだ。
そんなことはできない。勝手に任務を放棄することはできないし、そもそもマリコは捕虜だしな。正確に言うと、元の世界というところに興味はない。俺の記憶を戻せる奴がいるところに行きたいだけだ。俺が勝手にいなくなれば、シギ様にも迷惑がかかる。シギ様に伺ってからだな。今の俺なのか。少しだけこうしてていいか。頼む。こうしてると思い出せるような気がするんだ。そばにいると何かを思い出せそうな気がする。こうしてると懐かしい匂いがして、胸の奥があったかくなる。なんで、お前の匂い嫌じゃないぜ。気にするな。お前のことずっと妹みたいだって思ってた。
いつもそばにいるのは当たり前だって。当たり前だろ、マリコに決まって。
さすがに慣れてきたよ。それで何しに来たんだ。何の説得だ。逃げようってんならお断りだぜ。どういうことだ。それはちょうどよかったな。俺の本当の任務もお前を教団本部に連れていくことだ。そんな話は聞いてないが、俺は与えられた任務を遂行するだけだ。お前こそどこからそんな話を聞かされて信じてる。教師様がお前を探してるのはお前の言う世界とやらに返してくれるためかもしれないだろう。俺には関係のない話だ。いつまでここにいるんだ。用が済んだらさっさと出て行ってくれ。お前がいると余計なことを思い出しそうで頭が痛くなるんだよ。だから出てってくれ。ならば無理やりにでも閉じ込めておくだけだ。
それが俺の任務だ。別に問題はない。逃げてどうするんだ。言っておくが、お前が連れて帰りたいのはお前の知っている匠で、俺のことじゃないだろう。そういうことにしておくさ。とにかく今から教団に向かう。二人だけだからといって逃げ出そうと思うなよ。